はいえー、本日は普段とはちょっと違って、えー、ある本の紹介をしたいと思います「えー、僕らはみんな生きていく」っていう本なんですけど、えー、これ最近出たばっかりの漫画になってますえっ、ー、とこの本が最近東洋経済オンラインかな それの、えー、ウェブの方に紹介が載ってて今も多分、えー、それでね検索してもらうと無料で第1話の辺がね見れるようになってると思うんですけど結構面白い漫画なんですよね。えー、この東京でね働いた漫画家の主人公の人が、えー、H 県の、ね、田舎に実家に戻って、えー、自然を楽しみながらこういうね鹿とかイノシシの野獣を捉えて。 まあ生活していくっていうそういう楽しそうな話なんですけど、えー、この絵もねあのなんかソフトタッチな感じで可愛らしくっていいと思います、えー、ここでねちょっとまあ内容がこうあんまり載せられないからあれなんですけどちょっと裏表紙にねあるんですけどねこのなんか、えー、肉のねこういうドサってしたなんかこういうなんか表示の仕方とかねなんかあと明らかにこの イノ『北斗の拳』のなんかあの山の不動とかねハートさんみたいなそんぐらいのなんものの対比のなんかアンバランスさとかに逆に面白いなと思った本でした。えー、この本がまあ、何がいいかなって思ったのがこの主人公のなんかその境遇みたいなね割と共感できるところがあって、えー、その初めの話でね あの鹿がなんかネットにかかっててでそのネットにかかった鹿を食べようみたいな話が出てくるんですけどでその時もその主人公の人はねバールで倒そうとするんですけどどうやってもう鹿がバールで叩いたぐらいで死なないっていうことでただいたずらにその鹿を痛めつけてしまったってね後悔するそういうシーンがあったりします。で、えー、僕もその狩猟を始めた、ね、最初の頃はまあそういうような。 倒す時にその動物に苦痛を与えないで倒すっていう方法がわからないまま狩猟を始めてしまったっていうそういうことがあったりしたので、えー、こういうのがねあの自分の経験とよく、ね、似てて面白いなって思いました。はいということでこの本は、えー、小学館から出てます、えー、591円プラス税で買えます。えーまあ 漫画喫茶とか行けば読めるのかもしれないですけど結構絵もね、えー、先ほども言ったようにソフトでいい感じの絵で、えーそのね、鹿取りだけじゃなくって、えー、蜂の話とかねあのうなぎ釣りの話とかそういう話もあったりして結構面白いので皆さんにおすすめです。